それじゃあですね、なんかちょっと展望台の方まで行ってみましょう。さつき山はですね、有料道路で300円いります。向こうまで抜けてもう300円なのかな、わからないんですけど。はい、こんにちは、かけむらです。今日はさつき山の動画なんですけれども、料金所抜けてさつき台っていう展望台に着いたんですが、そこからなんかね、ちょっとタワーのある日の丸展望台っていうところまで、WRX でドライブしましたんで、よかったら一緒に見てください。そうですね、その攻めたりとかそういうところではないですね。危ないです。
主要な展望台っていうんですかね。で歩いてね、なんか山頂の方まで行けるみたいなんですけれども、まあ、ちょっと初めて行ったんで予習もしてなくて、どこをどう回っていいのかわからないから、今日は完璧に以上になります。ここからですね、僕が間違えてた美濃のダムの方まで走ってますんで、そちらもアップいたしますんで、またよかったなんていう展望台やったやろ。嬉しいです。までの動画でした。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。すいません、今日は簡単なんですが失礼